相手は新橋連です。徳島で始まった阿波おどりを大和駅近くの新橋通り商店街がお中元イベントとして始めたのが47年前。その時できた新橋連は大和阿波おどりとともに地域振興郷土芸能として根付くようたくさんの方々の協力を得て続けてまいりました。47年目の大和の夏、しなやく熱い踊りと音で今年も見せます新橋連。